Thank you.
お前もここにいたのか。お前もだって。まるで俺のことなんてついでに探していたみたいな言い方だな。え、そんなつもりじゃ。言い訳はよせよ。本当は
俺のことなんて忘れかけてたんだろ。そんなわけないだろ。俺、リクを探してここまで来たんだぞ。でも今は違うよな。今のお前は、ただナミネに会いたがってるだけだ。俺のことなんて、どうでもよくなってるんだろ。それに、ナミネの気持ちも。ナミネの？ふん、やっぱりそうか。何にも考えてなかったんだな。お前はナミネに会いたがってる。でも、ナミネも同じとは限らない。ナミネの方は、お前の顔なんて見たくないってことさ。どうして？理由はお前の記憶に聞けよ。なぜナミネが島から姿を消したか、覚えていたら、わかるはずだ。俺が、何かしたのか？そのせいなのか？リク。帰れよ、ソラ。ナミネは俺が守る。ナミネに近づく奴は、俺の敵だ！何考えてるんだよ。俺たちやっと会えたのに。なあ、ソラ。俺の気持ちも考えてなかったろ。お前の顔を見たくないのはナミネだけじゃない。俺もさ！リク、やめろ！待ってくれ！リク、どこにいるんだ？ソラ、大丈夫？俺のことはいいんだ。でも、リクのやつが。様子がおかしかった。いつかのようにアンセムに操られているのだろうか。アンセムは俺たちがやっつけたろ？どうしちゃったんだろうね、リク。そうじゃ、王様は。リクと一緒にいたら、王様も危ない。ソラ。ひょっとして、リクに嫌われたと思ってるのかい？でもそれは誤解だよ。誤解？確かに、さっき彼は君にひどいことを言った。でも思い出しておくれ。ここは忘却の城なんだ。この城ではどんどん記憶を失ってしまう。
多分彼は君と仲が良かったという記憶をなくしているんだ。忘れたっていうのか？私はそう推理しているよ。だから今は悲しむより彼の記憶を取り戻す方法を考えようじゃないか。くよくよ悩む暇があったら仲間と一緒に前へ進む。その方がそららしいよ。そうそう、一人で悩んじゃいけないよ。うん、そうするよ。そら、最初の約束を覚えてる？笑顔？僕たちと出会った時の最初の約束だよ。どんな時でも笑顔を忘れちゃダメ。そうだな。